ストプレーですよね、起点を敵陣深くで、はい、ペナルティー近辺で作りたい、なのでレイソルの交代というのは3点目を取りに来た交代ですね。なるほど。さあ森崎浩二、ベッド、ベッド、スライディング入る、うん、こぼれて森田が決めた、サンフレッチェ同点。よく飛び込んできました森田。ここでベッドに抜けて鳩がスライディング、さらに明神よく決めましたね、はい、でクリアに行った小林の前に森田の足が伸びていきました。今も最終ラインが3枚、ドリブルで突っかけることによってディフェンスは中に集まる、で前線に走った森田が